の内外のミニバスケットボールチームが熱戦を繰り広げる交流大会ハマナスカップがこのほど開かれました。大会は高浜町の中央体育館を会場に2日間の日程で行われました。初日に行われた予選リーグでは高浜町の WB ボーイズスポーツ少年団が滋賀県の石部ミニバスケットボールクラブと対戦し熱戦を繰り広げ57対20で勝利しました。また小浜市からはサンロケッツと MO ヒーローズが参加しました。このうちサンロケッツは滋賀県の明富ミニバスケットボールスポーツ少年団と対戦しました。前線するも20対63で敗れました。MO ヒーローズは大阪府の松原東ミニバスケットボールクラブと対戦しました。積極的な攻めを見せ、44対18で勝利しました。このハマナスカップは、試合を通じてチーム同士の交流や選手たちの技術向上を図ろうと、高浜町の WD ボーイズスポーツ少年団が毎年開催していて、今年で5回目になります。1試合目はちょっと悪かったけど、2試合目はとても良かったので、はい、良かったです。交流できるのでいいと思います。いつもより調子が良くて、いつもの倍ぐらい点が取れたので良かったです。各チームのエースのプレーを盗んで、それで自分のものにしたいです。カットが何回かできて、シュートも行けたので良かったです。他の県と、ちゃんと触れ合えて、自分にとってはいいことだと思います。ハマナスカップには県の内外から12チームおよそ200人が参加し、試合を通じて交流を深めていました。